こんにちは、メイランです。今回は今話題になっているキング&プリンスさんの高橋海人くんと有村架純さんの熱愛報道について占いをしていきたいと思います。報道によると3年前に姉ちゃんの恋人というドラマでお二人がご共演されたことがきっかけで熱愛まで発展されたと報じられていますよね。しかもそれぞれの事務所が仲良くさせていただいていると回答して、熱愛報道を否定しなかったことによって話題が広がっていますよね。一部のファンからは、去年の今頃、キンプリさんの脱退報道が出て、グループ自体が大変な時に、有村さんとイチャイチャしてたのとか、ショックだとかって、辛口なコメントも寄せられていますよね。真相は本人たちにしかわからないことだと思いますが、占いではどのように結果が出るのでしょうか。それでは占いに入る前にいつもの前提になるですが、あくまで占いですので、占いからわかる観点で皆さんにメッセージをお伝えしていきます。内容を保証するといったものではございませんので、あらかじめご了承ください。これから鑑定に入っていきます。それではカードを並べてみました。これから展開していきます。過去、現在、未来、そしてお二人の課題、そして高橋くんの本心と建前の気持ち、高橋くんへのアドバイス、周りの人たちの気持ち、これからの可能性、結果といった感じで占っていきます。ズバリこの報道が出たタイミングが悪すぎます。皆さんもショックだったと思うのですが、高橋くんも大打撃を受けているようなカードが出ています。少なくともキンプリさんの活動がしにくくなってしまうということを暗示しています。これからカードを1枚ずつ説明していきます。まずは過去のカードからです。過去のカードでは金貨の2というカードが出ました。このカードはうまく仕事とプライベートを両立できる時に出るカードです。このカードの寓意としては、後ろに荒れ狂う波が迫りきている様子が描かれています。ですが真ん中にいる男性は2つの金貨をうまくジャグリングしているんですよね。波が迫ってきていることは自覚してはいるものの、うまくバランスを保って両立させようとしているんですよね。つまり高橋くんは有村さんと関係を続けるために、お仕事をうまく両立させていたと解釈することができます。さらにここに描かれている荒れ狂う波はリスクの象徴だと言われていますので、いつ熱愛報道が出てもおかしくない状況だったということができます。ちなみに占星術師で有名なアンソニー・ルイス先生の解釈では、この金貨の2のカードのことを、邪魔が入っても踊り続けろと解釈しています。なんだか今の高橋くんに当てはまっている解釈ですよね。仮に熱愛報道が出たとしても、高橋くんは一表現者として踊り続ける覚悟があるからこそこのカードが出たのだと思います。キンプリさんを守っていくために、どんな邪魔が入ったとしても、自分の信念を貫いていくだけの気持ちがこのカードに込められています。そして現在の位置にはソードの10というカードが出ました。このカードはしばらく前から起きていた問題にいよいよ向き合わなければいけない時が来ているということを暗示しています。このままではいられなくなっているんですよね。前に進まなければいけないんです。
3年前から有村架純さんとお付き合いをされていたと報じられていますが、いよいよ2人の関係性のことを高橋くんが考えなければいけない時が来ているんだと思います。過去のカードでは、荒れ狂う波が迫りきているのにもかかわらず、ジャグリングをしている様子のカードが描かれていましたよね。つまり、現実逃避をしながら、今まで関係性を続けられてきたと解釈することができます。いよいよ、高橋くんは決断をしなければいけない時に来ています。ですが、このカードの寓意としては、一人の男性が描かれていて、剣でめった刺しにされていますよね。これは身動きが取れない状況を示しています。今、プライベートで下手に自分が動けば、報道陣が来てしまい、さらに悪い報道をされてしまうのではないかと、高橋くんは怯えているのではないかなと思います。どん底まで叩き落とされるカードになります。せっかくキンプリさんが再起しようとしている最中で、今回の報道がかなり波紋を呼んでいると解釈することができます。そして未来のカードでは、ワンドのページの逆というカードが出ました。このカードは悪いお知らせや新しいプロジェクトが軌道に乗らないことを暗示しています。一部のファンからは、キンプリさんの活動が終わりになってしまうのではないかと言われていますよね。そういった悪い噂が広がってしまうことを暗示しています。そのせいで高橋くんに入ってきたお仕事や、永瀬くんと一緒にやろうとしていたお仕事が延期してしまう可能性があります。また、有村さんと二人の関係性で言えば、このページというカードは年下の男性を意味します。さらに未熟で、考え方がまだ浅はかな人という意味になるのですが、高橋くんがしっかりしていないと、どちらにしても有村さんとの関係性が、結ばれないということを暗示しているんですよね。まさに邪魔が入っても踊り続けられるくらいの信念を持って、活動を続けていかなければいけないのかもしれないですね。そして、問題点の1にはワンドのナイトというカードが出ました。このカードはカリスマ性のある人気者で勇敢な若者という意味があります。ナイトのカードですので高橋くんを象徴としています。高橋くんほどのスターがここでひよってはいけないぞとカードが暗示しているように思います。堂々と自信を持ってこれからも活動をし続けていく必要があると暗示しているように思います。ちなみにこのカードの寓意としては、後ろに山々が描かれていて、走り回っている馬が描かれています。それに乗っている騎士も描かれていますが、まだ旅の途中だということを暗示しています。皆さんもそうだと思うのですが、高橋くんも今回の熱愛報道を受けて大打撃を受けています。それでもキング&プリンスさんという活動の旅は終わらないですし、ここで立ち止まってはいけないということを暗示しています。気持ちを強く持って高橋くんは活動をしていきましょうと、カードから助言しているように思います。そして、高橋くんの本心の気持ちの位置には月の逆というカードが出ました。このカードはもやもやしていた気持ちが晴れて改めて自分の気持ちに向き合う時に出るカードです。さらに伝統的なタロットカードではこの月というカードは、男性がリュートという、当時でいう、ギターを持って、女性に愛の歌を歌っている構図が描かれています。そのギターもハートの形をしているんですよね。イタリアのフレスコ画という世界では、
ギターを持っている男性が描かれていたら、その男性は誰かのことを好きであるという象徴だと言われています。つまり高橋くんは有村架純さんのことに好意を寄せているのではないかと解釈することができます。こうして熱愛報道が出てしまい、身動きが取れない状況ではありますが、気持ちとしてはすっきりすることができたと思っているのではないかなと思います。そして高橋くんの建前の気持ちの位置には魔術師の逆というカードが出ました。このカードはうさんくさかったり表面的で形だけな人という意味があります。ズバリ高橋くんは嘘がつけない人物だと解釈することができます。このカードの寓意としては魔術師の足元が葉っぱで覆われていますよね。これは伝統的に嘘の象徴だと言われています。足元が隠されていて何をしているのかがわからない、そんな風に見えるので嘘をついているのではないかと言われているのですが、今回逆位置に出ていますので高橋くんの演技が嘘をついているように思えると解釈することができます。つまり皆さんの前で見せている立ち振る舞いが嘘くさく見えてしまうのかもしれないですね。今回の報道を受けて高橋くんの言動行動が皆さんからすると表面的に見えてしまうのかもしれません。そういったカードが出ています。そして高橋くんへのアドバイスの位置にはカップの3の逆というカードが出ました。このカードは浮かれ騒いだりはしゃぎすぎていたりやんちゃが目立ってしまう時に出るカードです。皆さんからすると高橋くんの言動行動が目に留まりやすいことを暗示しています。悪いお知らせのカードも未来の位置に出ていましたし、高橋くんはプライベートでも緊張感のある行動をとっていかなければいけないと思います。それだけ高橋くんに今注目が集まっているからこそこのカードが出たのだと思います。何も高橋くんが普段からやんちゃしているということではないのですが、今の状況だけで言えばそこに注意した方が良いと、このカードに暗示されています。すぐに何でもリークされてしまうと思うんですよね。そして周りの人たちの気持ちの位置にはワンドのキングの逆というカードが出ました。このカードは残酷で横暴で支配的な男性という意味があります。今回の熱愛報道を受けて混乱しているファンの人たちが多いのではないかなと思います。キンプリさんがこれから立て直そうとしている中で、今回の熱愛報道は残酷だよと思っているファンの方がいらっしゃるのだと思います。ここで高橋くんのことを肯定するカードが出ていたら、ファンの皆さんも祝福ムードだったと思うのですが、報道されてから間もないということもあり、皆さんの気持ちとしては受け入れられていない方が多いのではないかなと思います。そしてこれからの可能性の位置にはカップの4の逆というカードが出ました。このカードは新しい出会いやチャンスを意味するカードになります。ここでようやく前向きなカードが出ました。高橋くんはこの熱愛報道を受けて、一部のファンの人は離れていってしまうかもしれないですが、これもまた新しい出会いだと解釈することができます。良くも悪くもこの熱愛報道が高橋くんのことを目立たせてくれるんですよね。この熱愛報道をきっかけに高橋くんのことを知る人もいるかもしれないですし、一部のファンは減るかもしれないですが、
新しいファンがついたり、さらに高橋くんのことを推してくれる人もいるかもしれません。これが本当なら大物カップル誕生ですし、お似合いだと思うファンの皆さんが増えるのではないかなと思います。ただしこのカードは可能性の位置に出ていますので、現在で言えば打撃を受けている方が多いのではないかなと思います。これからの高橋くんの行動によって、こういった明るい兆しに変えていくことも可能だと解釈することができます。そして、結果の位置には、ソードのクイーンというカードが出ました。このカードはズバリ、独立独歩のカードになります。このライダータロットを作ったウェイト先生は、このソードのクイーンのカードのことを、表情は険しいものの、感情は抑えられていると解釈しています。つまり悲しみをよく知っているからこそ、大きな決断をすることができるとウェイト先生は解釈しています。つまりこの女性の象徴が高橋くんだと解釈したときに、高橋くんはこれまで大きな悲しみを乗り越えてきたからこそ、有村架純さんという人物を大事にするという覚悟を持てた時に、さらに成長することができると解釈することができます。さらにこのクイーンのカードは、自分自身の地位の確立を意味しています。今よりも高橋海人くんという人間性が磨き上げられていくということを暗示しています。周りからどんなことを言われたとしても、信念を貫いていく覚悟を持たなければいけないんですよね。いよいよ現実逃避をせず、これから自分自身の活動と、そして、有村さんとの関係性も決断しなければいけない時に、来ているのだとこのカードを持ってしても解釈することができます。はい、ということで皆さんいかがだったでしょうか。今のこのタイミングで報道されてしまったことで高橋くんにあったお仕事も少しなくなってしまうと解釈することができるのですが、高橋くんの今後の決断によって明暗が分かれてくると思いました。それではこの動画をご覧いただいて私に個人鑑定をしてもらいたいと思われた方は概要欄に詳しい詳細が載ってありますので気になる方はぜひチェックしてみてください。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。